演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら山崎健さんの5つで聞いたロールケーキ、いちごを食べたいと思います。これバニラとかチョコとか前になってます。いちごもあったんですね。これどんな感じなんだろう。まあ本当に、確かに名前の通りいちごが、いちご入りのロールケーキが5つありますね。で、まあシンプルに断面もこんな感じです。こうしてみると特に変哲のないロールケーキって感じになります。まあそうなんでしょうけど。ではいただきます。いちごの酸味がしっかり感じられますね。スーパーで売られているのにこれはすごいです。きっとこだわられたんでしょうね。生地なのかクリームなのかどちらかはわからないのですが、いちごの甘酸っぱさはしっかりと感じることができましたね。そしてクリームも程よい硬さでしっかりとロールケーキの生地と調和していました。いちごを感じたい方、ロールケーキを楽しみたい方にはぜひおすすめできる一品ですね。甘酸っぱくて美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。あとジャムとか入ってたらもっと良かったな。でもそれはただ望みしすぎか。雪だるま、ガラスのように切なかな。ガラスの方がもっと丈夫な気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。